はいどうも、なおちんです。さあ今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は最後の上級ジョブを取りに行きたいと思います。行く場所がここ、クコクですね。ここに、これ五重の塔があります。ここをクリアするともらえるらしいんだよね。では早速行ってみましょう。戦うんだよね。5つの試練の場、大丈夫、行きましょう。どれぐらい強いんだろうね。あ、お前か、弱そう弱そう。まあとりあえず弱点を探していく。ああ違う、探検と弓と風でしたね。そりゃ当たらんわ。 OK で、あとは普通に行けば勝てるでしょう。あ、夜にしてなかったな、ちょっとミスりましたね。ちょっと夜にしていきましょう。来検証、一回余裕。あ、燃えてきたぜ。ちょっと強そうか。いやでもそうでもなさそうだな。2階も特に問題なしでしたね。おお、でもあと1階か、これでおしまいか。問題なし。3階がなんか舞踏家みたいなやつだね。どうだろう、またちょっと探っていきましょうか。3回も特に問題はなかったですね。強くない。仕事だぜ。おーおー、これに耐えた。マジで、いや絶対倒せると思ったんだけどな。はい、4回5回はさすがに強いでしょう。おお、4回は魔物だ。魔物かい。4回も特に問題なしですね。うん、多分最初から弱点つかなければ結構厳しいかもしんないけども、まあ、弱点分かりやすかったんで大丈夫でした。では5回ラストですね。どんなやつが出るんだろう。誰だ。おお、ギルド長だな、こいつは。おそらく7ね。オッケー、氷と、なんだろう、探検かな。違う、調べるするっていうのもありだけども、もったいないんだよね、一ターンが。オッケー、とりあえず探っていきましょう。槍か、当たり。氷だね。氷を切り裂け。槍か。なんか出た。あ、でもいいか。特に問題なさそう。こういう時にはアイテム使いましょう。ソウル。あと1。そこでブレイクしときたかったな。お、やばい、危ないぞ危ないぞ。でも大丈夫、次のターン行かせなければ問題ない。バトルポイントはあれか、まあいいや。あ、ちょっと待って、弱点がわからなくなった。でもこれでいけるやろ。いけなかった。よっしゃ。うん、こういう時には傭兵の獣人でたら間違いない。じゃあずるいけどね、ずるなんだけども、まあまあいいじゃないっすか。もう傭兵予備自体がもうずるなんだよな。うん、ワンか、これはもうとんでもないせこい技だからね。でも初見の時、おお、まだ半分も減らせてない。やるね、本気ですか。やるじゃん。お
するのももったいない気もするけども、いいや。投稿しエベリーよ。とりあえず1万与えとけ。黄色になったんですよ。まだ黄色にならない。やるな。いきますよ。おお。入れるか。ああでもなー。いいか。普通に攻撃しよう。多分そこまで強いやつではないと思うので。していた方が良さそう。学者の技でもいいんだけども、傭兵の方が確実にダメージ与えれるので、こっちでいこう。ずるい。このダメージずるい。なんだ、元に戻った。銃か。なんだ、おお、なんかがついた。でもいいや。とりあえず弱点をどんどんついていけば問題ない。いいね。次のターンぐらいにはブレイクできるね。弱点が変わらなければ。よっしゃ。あー、底力使っていくっていう手もあったか。まあいいや、いいです。もうどうせ倒せるし。そうだ、はい、いいでしょう。4か、ちょっと足りないな。あ、いや、傭兵呼べばいけるな。うん、OKOK、安全に行った方が間違いないでしょう。氷を切り裂け。なんかやられそうな気がするんで、そういう時には先手を打って行ってた方が間違いない。いけ。すごいずるいんだけどね。すごいずるいんだけど。まあいいじゃないですか。あー、待って。いけ。頼んだぜ。いいじゃない。たぶんこのターンで倒せそうな気はする。うん、一応帳を入れとこうか、念のために。聞いてない、聞いてないな。デバフ効かない。まあまあいいか。傭兵呼びでもうズルをどんどん使っていくな。仕事だぜ。よいしゃー。ずるいけど。さあこれでなりました。最後の上級ジョブですね。どれぐらい強いんでしょうか。あ、ついでに防具も手に入れて、ジョブコンプリートのトロフィーも手に入れました。おお、防具強いのかい。あ、行動後 HP 回復。でも物理防御はそこまで高くはなさそうだね。ちょっと待って、ジョブを見てみましょう。どんな感じのやつなんだろうね。炎の追撃効果。あー、バッファーか。氷で雷の追撃。あー、バッファーだね。風で、雨乞いが SP 回復。ああ、どれぐらい回復するかによる。弱化無効。なるほど。これ全体化にすると、いいね。お、戦闘不能から回復して、あ、全開の、はいはい、バフ付き。いいんじゃない？あ、でも自身に、行動不能がつくのか。あ、でも味方全体を完全回復するんで、あ、強い。うん、自分は動けなくはなるんだけども、でも6ターンか。結構長いな。うん。で、奥義は何だろうね。奥義とサポートアビリティがちょっと気になるところ。BP ブーストの巡り。あ、なるほどね。単体に BP が2ずつ増える効果。ああ、いいんじゃない？ 3 ターン。強い強い。
で浄化ステータスダウン2倍の速度でターン数が減る。ああ、そんな使わんかな。あ、SP 消費半分。あ、ならこれプラス魔導士のやつか、 SP 消費倍になるやつ、あれを合わせると、うん、まあプラマイゼロ。いやでももったいないな、もったいないな。お、不幸を与える、どんなやつだろうね。なるほど、 BP 改正すごそうだな。はい、ということで、今日はですね、五重の塔クリアしまして、最後の上級ジョブクリア、クリアじゃない、取りました。はい、では、次はもう裏面とかね、行っちゃいましょうかね。はい、やっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。